こんにちは、すみだです。大阪府と奈良県にまたがって美しくそびえる二条山、本日は奈良県側より山頂に向かって歩いていきたいと思います。それでは行ってみます。前回こちらに参りました時に、今正面に見えて参りました鳥谷口古墳のところの桜がとっても美しく咲いておりまして、その桜を見に古墳の階段を登って上がっていったんですね。そうしますと、ここにも登山口があるんだというご案内を発見いたしまして、今日はですね、そこから登っていきたいなと歩みを進めております。では鳥谷口古墳の階段を上がってまいります。古墳まで上がってまいりまして、ちょうど今北側に立っております。葉桜の緑のまぶしい季節でございます。こちらにですね、このようなご案内が。右へ参りますと眺め坂、そして隠れ坂へと、そして大岩にも行けますよというご案内ですので、本日はこちらから大岩を目指して歩いていきたいと思います。いやー、どんな道なんですかね。楽しみですね。あ、階段があるんだ。登り始めの階段のところから5分も歩いてないぐらいですけどもね、自然林の中をのんびり歩いております。お、ロープ。この感じから行きますと、昔からあるルートなんですかね。あ、ベンチだ。続き歩いてまいります。ベンチを越えまして、少しフラットな道となっております。いずれにしましてもすごく歩きやすい道ですね。いやー、なんか緑が本当に眩しい季節になってきましたね。この辺りは少し下るんですかね。なだらかな道を歩いております。ここは分かれてますかね。ああ、でもこれはこちらには行かない方がいいよという木なんですかね。こちらに行った方がと教えてくださっているのでしょうか。目印もこちらにございますので、右手前方へと進路をとっております。あれ、またここも下るのか。あ、でも先ほどのところとすぐ合流してるのかな。道が合流してますかね。こちらは不動明王様の横から上がってきた道ですかね。違うかな。
そうだとしましたら、一度ここは歩いているはずなのですが、どうですかね。はい、道が登り始めました。やはり一度歩いたことのある道でございます。見覚えのある岩場ですね。はい、はあ、いい眺めですね。いや、そよ風が気持ちいいな。これまたシンプルなベンチですね。はい、引き続き歩いてまいります。一度下ってまたすぐに登るのかな。はい、この辺りで道が合流ですね。山頂はこちら右の方だと思うんですが、あ、ご案内がございます。はい、鳥谷口古墳より歩いてまいりました。そして山頂に行く前に少し大岩の見晴らしを楽しんでまいりたいと思います。大岩、確かそんな遠くなかったですよね。どなたかいらっしゃいますね。はい、大岩からの眺めです。大和盆地がこんなによく見晴らせます。この緑たまりませんね。振り向きますと尾岳、それから目岳もとってもよく見えます。はい、大岩より先ほど登ってきたところまで一度戻りまして、こちら先ほど登ってきた道ですね。はい、引き続き歩いてまいります。先ほど大岩のところでお会いしたお一組の方がですね、見てますよとありがたいお声をかけてくださったんですが、その方が、こんなルートを登ったことありますかと教えてくださいまして、いやいや、話をお伺いしますと、私がそんなところに道があるんですかというような、そんなルートなんですね。詳しく教えてくださいましたので、いやー、ぜひ歩きに行ってみたいなと思っております。道がいくつか分かれるポイントへ参りました。ご案内がございます。結構真新しい感じですかね。はい、大岩の方から歩いてまいりました。長目坂、隠れ坂、こちらより上がってまいります。そしてここで道が右へそして左へと分かれておりまして、本日はこちらを左へとまいります。次を右へと歩き、尾岳山頂を目指していきたいと思います。はい、分岐ですね。こちらを右へと進んでまいります。黙々と登っております。
道はここで右へと曲がっていくのですが、ここのベンチが見晴らしいんですよね。目だけ大和葛城山、金剛山へと続く山並みがよく見えます。はい、ここで道が分かれておりまして、ここは左手へと歩いてまいります。もう少し歩きますと、またまた見晴らしのいいポイントがあるんですよね。賑やかな声が聞こえてまいりました。休憩してらっしゃいますね。こちらの休憩場所は見晴らしもいいんですよね。先ほどの休憩ポイントのすぐ下が馬の背から登ってきた道です。小岳山頂、間もなくでございます。こんなに人のいらっしゃる小岳山頂は珍しいかな。山頂にまします二神神社様です。青空が気持ちいいですね。はい、無事に下山してまいりました。今日も道中大変励みになるお言葉を賜りました。おかげさまで本日も楽しく山歩きをさせていただきました。ご視聴いただきありがとうございました。すみだでした。